海上保安庁保有の最新大型巡視船巡航型3番艦弓張が進水式を迎えました。今回は、この弓張の建造から進水、配備予定までを見ていきたいと思います。日本は、中国と比べると、船の数はとても少ないのですが、大型の巡視船を相次いで建造しています。今回は、従来の 66% ぐらいの低価格で建造できたということですが、内容も気になるところです。個人的に、興味がある艦名の由来を調べてみました。巡航は、漢字では巡航と書くそうで、春の季語ということです。そして弓張ですが、古典の授業で習った滝沢馬琴の椿節弓張月を連想した方もいらっしゃるのでは？武勇に優れながらも、戦いに負けて八丈島に流された源為朝を主人公にしたお話ですが、弓を構えて、鶴を張った状態を弓張というそうですから、為朝が弓を構えている意味で、このタイトルになったのかもしれませんね。また、弓張月というのは、半月を意味するそうで、秋の季語になっていますから、秋光と並べて、季語シリーズで名付けたのかなと考えました。さて、海保に新たに配備されるヘリコプター搭載型の大型巡視船弓張は、2023年2月21日、建造中だった、山口県下関市の三菱重工業者の下関造船所で、進水式を行い、いよいよ、始動の日を迎えたのです。巡航型2番艦の朝凪に続いて、約173億円の経費で建造された弓張は、ヘリコプターを2機搭載できる、大型巡視船です。サイズは、全長約140メートル、全幅 16.6 メートル、総トン数約6000トンで、来年度中に、海上保安庁へ引き渡される予定になっているそうです。ちなみに、2番艦朝凪は漢字では朝凪で、夏の季語ということです。弓張は、沖縄県の尖閣諸島周辺の領海警備や、海上犯罪の取り締まりなどの任務にあたり、警備体制強化のために配備される予定となっています。海上保安庁の矢津装備技術部長の発言ですが、弓張の就役後は、海上保安体制の強化を図り、国民の皆様の安全安心に寄与すると、確信しているとのことです。前述のように、弓張は、海保の巡航型巡視船3番艦で、ヘリコプター2機搭載型 PHL、プレトール、ベッセル、ラージ、ウィズ、ヘリコプト艦艇です。巡航型巡視船は、ネームシップで1番艦の巡航、2番艦朝凪、3番艦弓張の3隻すべてが、三菱重工業者下関造船所で建造され、1番艦巡航は、すでに、鹿児島県海所保安部に配属されています。2番艦朝凪は、2022年6月に進水しています。3番艦弓張と同様、2023年中に、就役を迎え、海上保安庁へ引き渡される予定になっているそうです。海上保安庁が誇る、大型巡視船といったら、ヘリコプター1機搭載型で、総トン数7300トン以上の黎明型が、よく知られていますが、この黎明型は、尖閣諸島を含む、南西方面警備体制強化の目的で、合計3隻が建造されています。そのため、大型巡視船が必要な場合に対応できるように、レ、イメイ型の船体規模は、海自護衛艦に匹敵すると言われる大きさなのです。他の巡視船とは異なり、軍艦に近い設計になっているので、建造経費は、1隻あたり約262億円という巨額に上っています。政府は、これまで、予算を圧迫しながらも、大型巡視船を次々と建造してきたのですが、費用対効果のいいものが求められるようになったため、
レイメイ型と似ているけれど、サイズは一回り小さい竣工型を建造することにしたのです。竣工型が建造コスト圧縮のために言ったのが、商船構造にすることでした。軍艦構造と商船構造の相違点は規格です。軍艦構造だから船体が強固であるということではなく、国際規格に基づいた商船構造であれば、長期の航海には全く問題はないということです。つまり、商船構造だからクオリティが下がるというものではなく、商船構造を採用した軍艦も多数存在しているのです。こういった作業によって、黎明型の 66% までにコストダウンした竣工型ですが、今のところ、3番艦まで建造は決まっていますが、コストを抑えることで引き続いて建造されることも考えられます。竣工型は、長期間展開することを想定し、現地対策本部としての役割も期待されることから、食料や物資の搭載スペースを確保し、災害対応区画も設置されました。居住区画についても、配置や振動抑制など居住環境の充実を図った設計の下に建造されています。それだけではなく、他の巡視船への支援能力も持ち、水や燃料等を供給できる他にも、他船の乗員を一時的に休養させる母船機能も備えています。海上自衛隊保有の出雲、片護衛艦と共通する役割を担っていて、万が一の場合には、洋上基地にもなることが期待されています。竣工型に、こういった護船機能が付与されている理由は、言うまでもなく、近年の中国海峡局の著しい海洋進出に伴う船の増加や大型化、重武装化に対する警備力強化だと考えられます。また、速力25ノット以上という要求に応えるため、本級でも高速から低速までをカバーする4機のディーゼルエンジンを採用。可変ピッチプロペラの二軸推進方式をとっています。建造コストを抑えたことから、重き出力が小さくて、最高スピードに差がある可能性が指摘されていましたが、実際には短期出力9000馬力の機関が4機設置されており、合計出力3万6000馬力が確保されているのです。竣工型の能力ですが、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シュペルピューマ MKII 多層2機収容できる格納庫があり、常時2機を搭載する運用になっています。また、竣工型巡視船の兵装としては、40mm 機銃が1機、20mm の M61 バルカン砲2機を搭載、遠隔操作式の放水銃や停戦命令を勧告する。電光掲示板なども備えていて、巡視船の中では、最も重武装となっている船の一隻と言えましょう。今回進水した竣工型巡視船3番艦弓張は、中国の日本領海への侵入に対応するため、尖閣諸島周辺の警備に当たることが、すでに決定していますが、中国海峡局は、さらに増強を進めていますから、情勢は常に変化しているのです。第11管区海処保安部は、海保の中でも最大規模を誇る管区で、沖縄県那覇市に保安本部があり、尖閣諸島を含む沖縄地方の東シナ海及び太平洋の警備を担っていて、尖閣領海警備専従部隊もあります。この第11管区内には、中国と台湾が、領有権を主張する尖閣諸島があり、他の管区からの巡視船の応援を受けながら、常に尖閣諸島海域に巡視船を展開させてきたのです。1971年、昭和46年以降、中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土であると主張してきたという経緯があります。2012年、平成24年、9月、
日本は尖閣諸島を国有化しましたが、それに刺激されたのか、中国政府公船の徘徊や領海侵入などの事案が増加し始めました。中国によるこういった行動は、尖閣諸島は中国固有の領土であるという主張をもとにした行為で、周辺海域の徘徊や領海への侵入を連日のように繰り返しています。中国による接続水域や領海への侵入を受け、警備体制強化を余儀なくされた日本は、巡視船を建造し、12隻の巡視船から、なる尖閣領海警備専従体制を構築し、2018年までに小型巡視船9隻を宮古島海上保安部に配備する対応をしました。こうやって組織された尖閣諸島周辺領海に対する尖閣領海警備専従体制ですが、強大な国力に物を言わせて、中国海峡局は海保船舶をはるかに上回るペースで増強を続けており、侵入頻度も増加する一方なのです。そこで、日本は2019年度末まで新型ジェット機ファルコン 2000LXS を3機配備の上、尖閣24時間監視体制を完成させました。海保は尖閣諸島周辺のパトロールを行う専属部隊を編成しましたが、それでも中国海峡局は年々船を増加させていて、対応する海保も同海域に長期間泊まって任務に当たれる大型巡視船を相次いで建造せざるを得ませんでした。この一連の流れに今回浸水した弓張も想定されています。大型でマルチに使える巡視船を尖閣諸島周辺の海域に領海警備専従体制として投入するという大きな役割を担ってもらうことになるのです。中国海峡局は2018年の再編成で武装警察部隊に編入されています。これによって海軍が運用していた艦船が移管され、軍艦と同じ手法を装備した艦船も確認されることもあり、尖閣諸島周辺での摩擦が非常に懸念されるところです。